皆さんこんにちは。暮らし情報メディアよむうの編集部です。今日は私たち無印良品マニアの今一押しポリエステルつるせるケース着脱ポーチ付きをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今回ご紹介する商品は吊るしても使えるポーチで、このようにベルトを外して広げると中央部分に着脱式のポーチがついており、左右にメッシュのポケットがついています。そしてこの部分にフックが収納されているので、このまま壁やハンガーラックなどにかけることができます。左のメッシュ部分は浅くここまでしか入りませんが、右のメッシュ部分は深く先まで入ります。旅行などに行くときはスキンケア用品やコンタクトレンズなど必要最低限のものを3つの収納に整理して入れることができます。旅先でそのまま使用することができるのでとても便利です。普段使いにもとっても便利。お子様がいるご家庭などでは絆創膏やガーゼなどの衛生用品を入れて壁などにかけておくといつでも使用できます。公園などにお出かけするときはそのまま外してカバンに入れるだけでいいので、転んで怪我などをしてもすぐに対処できて安心です。メイク道具を入れてもとても便利です。筆とコスメを別々に収納でき、自宅では吊るしておけます。外出時も外してバッグに入れるだけ。パソコンやスマートフォンの充電器などにもちょうどいいサイズで、ケーブルを整理して入れることができるので、テレワークなどをしている方にもおすすめです。いかがでしたか？今日はよむうの編集部が選ぶ、使い方次第で様々な用途に使用できる無印のポリエステルつるせるケース着脱ポーチ付きのご紹介でした。気になった方は概要欄のリンクからチェックしてください。最後までご覧いただきありがとうございました。カエルよむうのチャンネルではマニアがおすすめする楽しく賢く買いたいとっておき商品をご紹介します。この動画が参考になりましたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。今回ご協力いただいたのは株式会社アドバルです。